マンション？なんかホテルというか宮殿みたいなもんじゃないか？タスクリストを確認してみるか。ああ、戸田明夫だよね。今夜一緒に仕事をする坂東誠二だ。俺はもう地下でタスクリストに取り掛かってるぞ。やあ誠二、今夜も一緒に仕事できてよかったよ。今からチェックリストに戻るぞ。この場所の噂聞いたことあるか？高田さんのメモを見ると何もかもが不気味だぞ。聞いたことはあるけど、怖いもんだから考えないようにしてる。ああ、大丈夫だよ。妖怪とか幽霊とか、そんなものは実在しないから。大丈夫だよ。パニックになったりはしないから。恐怖に対処する方法を知ってるんだ。ん？何するんだ？歌うんだ！はは、くだらね。窓、チェック完了。窓、チェック完了。タスクはもう終わったか？こっちはこっちで行動してるが、照明が落ちてて大変なんだ。ああ、ほとんど終わったぞ。この窓は大丈夫だな。この窓も大丈夫だな。窓、チェック完了。
開けられないな。鍵のかかったドアがあるけど、これ普通のことなのか？開けるべきか？俺たちの仕事はあの場所をそのまま保存することだ。チェックリストを見て侵入者がいないかどうか確認する。だからドアを開けたり、最古な奴がデザインしたものに触れちゃいかんぞ。デザインってどういうこと？知らないのか。噂だと、あの家は最古な奴が自分でデザインしたもので、秘密の部屋や罠がたくさんあるらしいんだ。まあ、そんなことは信じてないがな。一応気をつけておけ。誰だ？誰なんだ？あなたは私をしている。なんだって？教えてください。私は綺麗ですか？アキオ、おい、もしもし、聞こえるか？いるか、アキオ。おい、どうしたんだよ。なんで返事しないんだ。見たんだ、女を見たんだ。そして質問してきたんだ。何を言ってるんだ。停電があって、発電機の調子がさらに悪くなったみたいで、電気がつかないんだよ。お前は分かってないんだ。俺はあの女を見たし、話したんだ。あれは、Kuchisake Onnaだ。なんだって？侵入者の可能性があるから、こっちに来て、発電機を直すのを手伝ってくれ。その女のことは、後回しだ。地下室のドアの鍵かかってるから開けてくれないか？もしもし、聖司、聞こえるか？
セイジ、俺はここにいるぞ。どうしたんだ？まったく、ドアがロックされて出られなくなったか。奇妙なことが起こってるな。無線機も機能しないし、修理するか。だって言ったじゃないか。悪いが、俺はもうここにはいられない。いやだ、助けてください。僕もここを出なきゃいけないんです。分かった。鍵がかかってるぞ。無線を直したぞ。歩いてるのが聞こえるが、鍵を探してるのか。何を言ってるんだ。俺は2階にいて、今鍵を取ったところだぞ。待った、誰かが聞こえるぞ。地下を歩く音だ。早くこっちに来て助けてくれ。
私はまだ綺麗よ。どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきて今日は。私はまだ綺麗。私はまだ綺麗。私はまだ綺麗よ。
綺麗でしょ。何？ダメ！まさか！